どうも、ありがとうございます。今日は10月7日に撮影をしているんですが、最高気温が14度っていうね、群馬とは思えぬ寒さに苦しめられているんですが、多分これを投稿している月曜日はですね、一応最高気温が25度ぐらいにまた暖かくなっているそうなんですが、かなりね寒暖差があって風邪がひきやすい時期になってますので、皆さん体調管理気をつけていってください。で、これを見てくださっている方はおそらく受験勉強だったりとかテスト勉強、普段ね勉強頑張っている方が多いかと思うんですが、受験勉強でねこう成績を伸ばしていくっていうのはもちろん大事なことだから、勉強するっていうのはとにかく大事になるんですが、それと同じくらい大事なことっていうのがやはり体調管理なんですね。で、これからやっぱり体調管理がすごく大事になる時期なので、今回は5つポイントをねそれに関して伝えていこうと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。まず1つ目が手洗い、うがい、そして怪我です。手洗い、うがいに関してはもう言わずもがなだと思いますね。手洗い、うがいって大事なんですか？本当ですか？っていう方は、なかなかいないと思うんですよね。でも本当にみんなが知ってるような基礎知識なんですけど、手洗い、うがいをすることっていうのは、その感染リスクというか体調を崩すリスクをすごく下げることができます。でも例えばね、勉強でいっぱいいっぱいになったりとか、ストレスが溜まってくるとめんどくさいっていう気持ちが発生するんです。で、そうするとね、ちょっといっかなみたいな、でちょっといっかなっていう手洗いうがいをサボるのが癖になると習慣なので、結局今自分は当然毎日やってるので、外から帰ってきたら手洗いうがいをしないと気持ち悪いんですよ。それをしないと違和感があるので、それが習慣です。でもそれを一回崩してしまうとちょいちょい抜けるんですよ、その手洗いうがいをするっていうことが。で、そのちょいちょい抜けることによってリスクが上がる、で大事な場面で体調を崩すっていうことにもなりかねないので、改めてになるんですが、手洗いうがいっていうのを毎日ね大事にしていってください。で、もう一つ怪我なんですが、やはり寒くなってくるとですね、体が冷えるので怪我をしやすくなります。皆さんも冬場とかで実感したことあると思うんですけど、例えば手の指とかがかじかんで動きにくくなったりすることってあるじゃないですか。で、何かの不意の瞬間に例えばこけてしまって手をついてしまう、そのつき方が悪くて骨折してしまうみたいな。で、試験の時に利き腕が骨折してるって、書くことはできると思います。ギブスとかスケッチでもね、固定すれば。でも書きにくい、そのやりにくい状況で試験に臨むなんて、めちゃめちゃディスアドバンテージを食らってしまうんですよ。だからそういったことにもなりかねないので、とにかく体を冷やさない。で、できる時間がある方はですね、寝る前とかお風呂上がった後とかにちょっと体をストレッチするみたいなことをしておくと怪我のリスクは下がります。でもすぐにはね、できることではないと思うので、体を冷やすと怪我がしやすくなる。例えば腰とかもですね、冷やすと動きにくくなるので腰を痛めやすくなります。なので、そういったことがあるんだっていうことを改めて覚えておいてください。2つ目は勉強部屋の室温です。寒くなってくるとエアコンだったりとかヒーターを使って部屋を温める方多くなるかと思います。それはもちろん大事なことです。極寒の中でねブルブル震えながらやる必要はないんですけども、これは個人的な意見にはなるんですが、部屋の温度は温めすぎない方がいいと思っています。個人的にはちょっと寒いなぐらいです。でも手がかじかんじゃうぐらいはちょっと寒すぎるので、そこまでは行き過ぎなんですけども、少し冷えるかなって、ちょっと寒いんだけど、特に女の子とかだったらちょっと寒いけど膝にブランケットかけるとちょうどいいかなぐらいがいいです。っていうのも、部屋を温めすぎるとですね、頭がポーッとして集中力がかなり下がってしまうんですね。で、この適温っていうのは皆さんによって違うと思うんですが、ちょっと部屋って寒いぐらいがちょうどいいらしいよっていうのはぜひ覚えておいてください。もう一つ大切なのが湿度です。エアコンだったりとかヒーターをつけるとやはり湿度が下がっていきます。で、湿度が下がっていくとやはりの体調を崩しやすくなってしまうんですね。なので加湿器とかを使って部屋の湿度をある程度高い状態で保ってください。で、もし加湿器とかを持ってないよっていう方は、濡れたタオルとかをハンガーとかで部屋に干しとくだけでもかなり効果があります。で、例えばストーブの上とか使ってる方ね、ストーブの上とかに当たっちゃダメですよ。落ちた時に火事になっちゃうかもしれないので、場所は気をつけてほしいんですが、その加湿をしたい部屋に濡れたタオルを干すだけでも十分な効果がありますので、ぜひ湿度の方も気をつけてください。
そして3つ目は規則正しい生活習慣です。これも生活習慣と言われてピンとくる方がほとんどかと思います。で、みんなが分かっていることなんですが、それだけ大事なことなので改めて言わせてください。まずは早寝早起きです。どうしても受験が近づいたりとか、試験が近づいてくるとですね、人はいっぱいいっぱいになります。そしてできていることよりもできないことに目がいって焦ります。で、焦るとですね、あ、寝てる場合じゃないって、もっとやらなきゃもっとやらなきゃと思って睡眠時間を削り始めます。けれど睡眠時間を削るのは本当にやめましょう。体調も崩しやすくなりますし、記憶の定着率も下がってしまいます。で、睡眠時間を削っているので、日中例えば学校にいる時とかの集中力も下がってしまうんですよね。つまり自分のパフォーマンスが下がります。なのでいいことがないのでやめておきましょう。あとはもう一つ早寝早起きにしておく理由があります。普段から夜型にしていたりとか、睡眠時間を削っていると、やはり午前中眠くなったりとか、脳が働かなくなっているんですね。それが当たり前になっている。もう逆に言うと多分その分夜すごくね、脳が働きやすくなっている方もいると思うんですが、試験本番は午前中なんですよ。基本的に午前中からあるんです。で、そこで脳を働かせられなかったら、どんなに実力を高めていてもパフォーマンス、本番のパフォーマンスがガクッと下がっちゃうんですね。で、例えば普段夜型だけど試験の日ぐらいは午前中からいけるっしょって、もう当然起きれます。起きれますけど脳は働かないですよ。だって生活習慣がそっちになってないので。なので生活習慣を朝にちゃんと脳が働く習慣に直していかなきゃいけないんです。で、生活習慣を直すっていうのは私の体感ですけど、少なくても3週間はかかります。早くてですよ、早くて。遅いと時間かかると2ヶ月ぐらいはかかると思っているので、ここから10月から直しておかないと冬には治っておかないんです。で、しかも寒くなってくるから朝起きにくいんです。もういろんなこう不利な条件が重なっちゃうので、今ちょっとね、今寒くなってきましたけど、まだ暖かく、こうね、まだ寒暖がある時期なので、暖かいうちから夜型から徐々に朝型に切り替える、早寝早起きをして睡眠時間をきっちりとるっていうのを意識して生活習慣を直していってください。もう一つ、一日の中で入れてほしい時間があって、それがリラックスタイムなんです。さっきも伝えましたけど、受験生はこれからどんどん追い込まれていきます。もう無理だよ、でも頑張んなきゃ、でもやだもうってなっていくんです。で、リラックスタイムって言われてもそんな時間ないよって、ね、リラックスしてる暇なんてないんだよって思う方もいると思うんですけど、人間はですね、365日24時間ずっとは頑張れないです。でも逆、もっと言うとリラックスするメリハリがある方の方が伸びていくんです。つまり1日の中でできれば決まった時間がいいんですけど、じゃあ夜の9時から9時半まではもう毎日リラックスタイムにするみたいな感じで決めてもらって、この時間だけはもう、勉強のことを忘れることはできないでしょうけども、もうリラックス何してもいいんだって、音楽を聴いてもいいし、なんか動画を見ても、映画をねちょっと見てもいいかもしれない、映画30分じゃ見終わんないですけど見てもいい、とにかく次に頑張るための時間なんです。それを設けるんだっていうのを決めてください。そうするとメリハリがつきます。4つ目はなりたいイメージを貼っておくです。特に受験生の方はですね、志望校合格っていうのが一番の目標で今やってる方が多いと思います。でもできればですね、その先をイメージしてほしいんです。例えばその高校大学に入った後にどんなことを頑張ってたいのか、どんなことをしてたいのか、そういった自分がなりたいイメージをより具体的に考えてください。もしそれが難しければ、例えばああいう人になりたいとかっていう人物でイメージを持ってもらっても構いません。自分が今辛くなって、一生懸命頑張ってるけども辛くなってる時っていうのはどうしても視野が狭まります。でもその時に自分は未来の、こういう未来の自分をこう追い求めるために頑張ってるんだって、頑張ってる先、苦しんでる先にこういったキラキラしてる自分がいるんだっていうのをちゃんと分かっておくと、やはり持続力を持って頑張ることができます。で、できればですね、それいっぱいいっぱいになっちゃうと忘れちゃうので、そのイメージっていうのを紙に書いて自分の勉強部屋の前とかに貼っておいてください。しんどくなった時にハフッと顔を上げた時にそれが書いてあったら、そうだって、私はこうなりたくて頑張ってるんだって、こんなところでくじけてらんない、頑張るよみたいな風に本当に思います。自分で思った感情、自分で大事にしてた思いっていうのは、いざっていう時の自分を助けてくれますので、ぜひ貼っておいてください。そして最後は禁止よりも共存です。これは皆さん全員に当てはまる話ではないんですが、人はいっぱいいっぱいになるとですね、とにかく禁止をしたがります。
例えばもう腹をくくってやるしかないからもう全部禁止にするって、テレビも禁止、 YouTube も禁止みたいな、 SNS も禁止って、でそれが全然それで腹をくくってできるんだったらいいんです。でもちょっと投げやりな禁止をしてる方っていうのはおそらく1ヶ月で心が折れます。でその折れた時になかなか戻ってこれなくなるんです。つまり心が折れてモチベーションが下がった後に戻らなくなっちゃうんです。つまりポジティブな、本当に自分の中で腹をくくって覚悟を決めて、あの SNS とかもね、受験が終わったら戻ってくる、それまでは絶対いじらない、それでいいんだって心から思えてる方はいいんです。でも投げやりに、無理やりに、周りがやってるから禁止にしようって思う方はそうじゃなくて共存で考えましょう。SNS を禁止にして心が折れるぐらいだったら SNS と共存使っていくんだけども、どうやってルールを決めたらうまくできるのかなっていう共存の発想の方がいいです。でも共存の発想をしてそれでも思いつかないんだったら禁止でもいいかもしれない。だから今回伝えたかったのは、まあみんながみんなに当てはまる話ではないんだけれども、投げやりな禁止は絶対にしちゃダメです。どんなことでも、恋愛とかもそうですね。結構もうなんかもう無理だから別れるしかないよねって言って別れて、腹がくくってないで別れた場合なんて絶対未練しかないんだから、だからそうなってしまうぐらいだったらきっちりやってね、そう気持ちをなんか整えた上で、殻をくくった上で決めていってください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、再度になりますが、体調管理っていうのは勉強と同じくらい大事です。もう両輪です。勉強を頑張ると体調管理をする。で、体調管理にはメンタルコントロールも入ります。それを両輪整えてやるから本番のパフォーマンスが上がるんです。まあ、知ってる方もいるかもしれませんが、私は大学受験の時に体調崩していって1問目の簡単な公式がわからなかったんですよ。思い出せなかったんですよ。その瞬間にパンって音が鳴ったんです、頭の中で。で何も思いつかない、本当に頭が真っ白になりました。ほぼ白紙で出して当然落ちました。で1年間死に物食いで勉強してきたんです。これでも偏差値20足んなかったんでね、勉強してきたのにその結果がこれだったんですよ。まあ、もちろん後期もあったんでまだね、そこで受かることはできましたけど、情けなくて、前期終わった時に悔しいとかじゃないと情けないんですよ。その時に体調管理とかメンタルコントロールっていうのがどれだけ大事なのかっていうのを痛感したんですよね。で皆さんもおそらく試験は一発勝負の方が多いかと思います。第一志望に関してはね、私みたいになってほしくないんですよ。でそうなるためには今からできることをやっていく、直前でやればいいやじゃないんです、今からやるんです、今から変えていく、変えることはできますね。もっともっとみんなはその自分のねメンタルも強くなっていくし、コントロールできるようになっていきますので、ぜひ今回ね話したことも参考にしつつ、より良い受験勉強をしていってもらえたらと思います。はい、ということでまたね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは今週1週間も頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。